名字って面白いよね。名字？その地域によって多かったり少なかったりさ。ああ、確かにね。一番は佐藤さんだっけ？そう、全国で一番多いのは佐藤さんだけど、関東で一番多いのは鈴木さん。馬だけ違うじゃないか。他県から見ると珍しい栃木に多い名字もあったりする。例えば？はい、これなんて言うでしょう。おまめいくた？ベベー、大間美優太さん。聞いたことないわ。これは？50部？ベベー、磯部さん。だからわかるか？ちなみに足利には、磯部と書いて、よべという地域もあります。ややこしいな。はい、難易度マックス。もう絶対違うと思うけど、ここ石？ブブー。ですよね。サザラシさん。どう読めばそうなる？珍しいでしょ。絶対あだ名アザラシになるわ。名字って面白いでしょ？その名字のことで、ずーっと前から気になってることがあるんだけど、え？何？これどっちが正しいんかね？さあ。